はい、今回紹介するアイテムは、バックハンガーの、クリッパという商品です。ですね、バックハンガーというのは使っている方も時々見かけますので、知っている方も多いかもしれませんね。で、基本的にこうカバンだったりこうバッグっていうのはですね、こう地べたに置かないっていう方が多数だと思うんです。で、机の上とか椅子の上、荷物置きの上、カバン入れみたいなのをこう、ね、用意してくれるところもあるので、そういったところにこう、ね、入れておくと思います。でも中にはね、別にね、別に地べたでも全然いいよっていう平気な人もいますよね。でもさすがにね、例えば、床が油でこうベトベトしてるあの中華料理屋さんのですね、老舗の中華料理屋さんの床などはね、躊躇しますよね。あとですね、そのお店とかによってはもうカバン置きがそもそもなかったりとかですね、もう床に置くしかないとか、あとはカバンを置いちゃうとこう自分の座るスペースがすごく狭くなっちゃうようなね、シチュエーションっていうのはね、思いのほか多いと思います。で、屋外とかでもやっぱりちょっと荷物を金網とかちょっとしたところにこうかけておきたいっていう時があると思うんですよね。そういう時でですね、やっぱりこういったまあカバン用のフックっていうのはですね、意外とこうあると助かると思うんですよね。未開封のクリップはこんな感じで届きます。開けると結構大きくてしっかりしてるんですよね。なので逮捕されちゃいました。使い方は簡単でですね、テーブルとカバンにそれぞれフックを引っ掛けるだけです。で、こういう狭いところとかで使えるっていうのがですね、非常にありがたいですよね。天板が厚すぎてフックが届かないと使えないのがこれ唯一残念なところです。まあ、これをね、有効活用するにわたってはですね、やっぱり常に持ち歩くといったことがおすすめです。はい。で、やっぱりですね、このね、バックハンガーね、クリッパという商品なんですけども、良さはですね、やはりこうね、コンパクトなんで邪魔、持っていて邪魔にならないところね、カバンのようなね、重さをこうね、支えることができて、喫茶店だったりとか、あと背の高いテーブルとかでこうちょっと置きたいっていうような時とかですね、非常に自分のすぐ手元に引っ掛けておきたいっていうような時に結構よく使うんです。はい。で、一般的なバックハンガーってそんなにこう重さに対するこう耐性っていうんですかね、何キロ、3キロとか5キロとかまでだと思うんですけども、これはですね、結構丈夫に作られていてですね、体重量が15キロまでの荷物に耐えられるということでですね、商品の説明に謳っているんですね、謳っています。まあ、分かりやすく言うと昔ね、小学校の時とかの机の横って必ずフックがありましたよね。そういったところに手提げカバンとかランドセルとかかけてたと思うんですけど、やっぱりこの自分のこうね、手元とか足元で荷物をかけておけるっていうのはなんか落ち着きますよね。まあそんなイメージです。ただですね、こうフックで引っ掛けてもですね、そのバッグが大きかったり長かったりすると、それが床についてしまったりしたらですね、それ引っ掛けてる意味ありませんので、普通に床に置いてくださいって話になります。はい。で、もう一つの注意点としてはですね、これですね、手錠ごっこに使わないでくださいね。華奢な腕だと普通にこれ入っちゃうんで気持ちはわからないくはないですけども、なんかね、ブレスレットみたいな感じですよね。まあどちらにしてもですね、コンパクトなので、こう持っていて邪魔になることは少ないです。で、例えば出し入れね、しょっちゅう出し入れするんであれば、もう最初からこういったカバンのフックの部分にこうね、ぶら下げておいて、つけておいて持ち歩くっていうね、使い方もできますし、まあそういった意味では結構こうね、手提げカバンよく持ち歩く女性とかにおすすめです。あとはですね、基本的にこのね、クリッパがおすすめな人はですね、割と重めの荷物も、ね、持ち歩くことがある方で、基本的にバッグは床には置きたくないという方、座席周りにバッグを置かずに広々と使いたい方で、スタイリッシュに見せたい方におすすめです、ね。クリッパーいかがでしたでしょうか。
ね、この質感が結構いいんですよね。興味のある方はですね、商品の、この動画の概要欄の方にまた商品のリンク貼っておきますので、よろしかったらご覧になってください。それではまたお会いしましょう。Dreams, but it's not what it seems. Man, it's hard to be seen when everybody wants.